今週はまあ本当になんていうかな、情けないというか、はい、僕はまあ週刊文春、うん、文春法とかの不倫報道とか、はい、あんまり好きではないんですよね。そうですね、はい、まあその人間だからね、はい、まあそういうこともありがちだし、うん、それをまあことさら書き立ててですね、はい、まあ著名人だからといってまあ LINE とかですね、はい、手紙とかね、はい、まで公開してしまうというのはね、はい、どうかなという気持ちもまあ一方であるんですよ、はい、じゃあお前が週刊文春の編集長だったらやらないのと聞かれるとですね、はい、まあ、うん、それはまあケースバイケースですけどさやるかもなとか思うので、はい、そうですね、そういうネタが来たらね、そう、はい、現役の編集長とか編集者たちを、うん、そのとがめ立てすることもためらわれるんですけど、はい、ただ僕自身はそんなにやっぱり好きじゃないんですよ、うん、それ人間はさ、はい、そんないろいろあるでしょそれは、はい、だけど今回のこの新潮のスクープね、性倫心も必要、性は政治の性じゃないですよ、セックスの方の性ですよ、はい、性倫、これがうまいなと思って、はい、性倫心も必要、自民党女性議員の歌舞伎町ラブホ不倫、はい、グラビアでまでね出てましたね、出されて、はい、この人が、まあ広瀬めぐみさんっていうね、うん、その2022年に小田王国でですね、はい、小田の秘書の秘書を破って当選した、当選した参議院議員、30年ぶりだったんだけどね、はい、岩手で旦那は弁護士で、はい、子供も2人いて、うん、弁護士の仕事も面白そうだなと思って自分も一生懸命勉強して主婦でありながら、はい、司法試験に合格して、はい、弁護士の資格も取ったという、うん、まあちゃんとした人だと思うんだけど、はい、57歳ですよ、はい、ねえいい年だよ、はい、それがこの国会がこんな状態である中で一歩あれして不倫はまあまあしょうがないっていうか、そのしょうがないっていうか、まあ人間だからそういうこともあるかもしれないなと思いますけど、このこういうそのタイミングです、大変な国会の最中に赤いベンツを買って、はい、に乗ってですね、しかも歌舞伎町のですよ、はい、ラブホに行って、そうですね、そこの写真まで撮られて、はい、この写真なんかもう恥ずかしいね、これこの、うん、なんか、ね、口をすぼめてキスを求めているようなさ、はい、なんかわかんないけど写真まで撮られてですよ、はい、うん、そのラボに入ってるところも実際撮られてるわけ、このビラビラみたいな、ね、はいはいはい、あれがついてるところに車で、ね、赤いベンツに乗って、はい、吉馬なんかそういうことをするにしてもどっかシティホテルに行けよと、そうそしたら地下から入ればわかんないんだよと、はい、教えてあげたいよね、はい、はっきり言ってなんで歌舞伎町のラブホに行くのと、しかもそこに泊まってたね、そうです、翌日そのまま国会に出てですね、はい、居眠りしそうになってですね、はい、必死に居眠りあくびしてる、そうあくびしたりですね、これ皮肉に週刊新潮書いてるんだけど、昨夜の疲れが残っていたのか、はい、何度もあくびをし目頭を押さえたりこめかみを揉んだり座り直したりして居眠りしないよう必死な様子だと、ここまで書かれたらもう恥ずかしい、国会行けないよこれ、はっきり言って、はい、やめるしかないくなっちゃうねこれ、うん、ホテルの駐車場から出てきたのが翌31日午前7時15分だった、うん、新潮の人はもうずっといたんだから、ね、そうですね、大変だね、はい、同じ草木柄のワンピースに紺色のジャケットで、うん、そのままホテルから国会に直行してですね、うん、その服装であくびしているところまで写真撮られてですね、はい、これはもうどうにもしょうがないんじゃないかこれ、そうですね、相手はアンディ・ウルフっていう作奏者らしいんだけどね、うん、本当にこういう記事別に特に好きじゃないんだけど、はい、これは、ま、やっぱまずいよな、直撃されてこれ仲良く手をつないでますね、はいそうですね覚えていない、うん、その後の行動も覚えていない、これ掲載はどうしてもするの、私よりも彼は彼も仕事、これでもし失うと大変だと思うので、まあ要は不倫関係にありますということを掲載されると私はともかくとして彼の方が生活が大変なんじゃないかしらって思うのでとか、まあ、うん、出ますけど彼の方は関係ないでしょと、そう独身で、はい、であればね、うん、独身であればね、はい、独身でサックスなんか別に関係ないんだから、はい、まあこれはね、うん、最終的にやめたらいいんですかということになるんであればそういう身の処し方はあると思うからそれは考えますけども、自分というよりかは子供のこととそれからアンディのこととかまあ言ってるんですけどね、これはまあちょっと救いようがないねこれ、そうですね、うん、なんかもう松川るい
さんがかわいそうだなって。引き合い出されてね、まあ、結局あのエッフェル姉さんだったっていうのがまた出てって、っていうもうあれ忘れてたのに、そうそうそう、またこれがツイッターで回ってたんで、なんかちょっと松川さん気の毒だなと思って。そうだ、気の毒だよ。一緒に行ってるから、はい、まあ、たまたまな。そうです、人間の差がといえばそうでしょうけど、まあ成人心で彼女じゃないけれど、広瀬めぐみさんじゃないけど、やっぱり今の若い議員がですね、特に2世3世議員とか勉強しないと。でその大前健一さんがポストのコラムで書いてんだけど、一応党本部の中央政治大学院とかね、47都道府県支部連合会の中央政治学校とかいう機関も目的はあるんだけど、目的が候補者発掘で議員の教育は行っていないと。で3月から中央政治大学院で政策講義を定例開催すると報じられたが、遅きに失していると書いてありますけど、うん、なんかもう派閥もそういうその教育の効用があったけど、うん、そういうものを解散するとすると、はい、やっぱりそういう教育機関というか、うん、まあ必要、本当はこれ大議士になる前にやってほしいけどな、まあ、まあ本当はね、うん、そうですけど、なってから教育っていうのも、変な話なんだけど、うん、親のところは地盤看板カバンの3番を引き継いだ未熟な世襲議員、タレントやスポーツ選手出身の素人議員が多い自民党は、1年生議員から10年生議員ぐらいまでを対象に、有識者や先輩議員、外国の政治家などを講師に招いて、政治家としての基本的な知識、教養と立ち居振る舞いを教えるべきだと。立ち居振る舞いから教えろと。確かにそうなんだよな、これな。今から本当に派閥がなくなったら、そういう先輩後輩のあれもあんまり強くなくなったら、本当に教育システムがね、なくなっちゃいますよね、うん、これだから、まあ、しかし言ったようにその代議士に当選してから勉強させるっていうのも変な話なんだけど、うん、候補を選ぶときに資格試験やればいいな。いやでも点数取ったところで、うん、あのちゃんとその選挙区は分け与えてくれる保証はないわけですから、うん、選挙区与えてもらって初めてスタートラインだから、うんうん、勉強勉強を先にするってもうコスパ悪いっしょっていう感じになりますよ ね、 まあね、勉強10年やったけど一回も選挙させてくんないって小選挙区の中でね、いうこともあるでしょうから、これやっぱりね、中選挙区にしてあの誰でも挑戦できるっていう形にして這い上がってこいって言った方がやっぱり当時の政治家の方が迫力あったなと思いますね。はい、河野洋平自身があれはまずかったって言ってたって怒ってましたけどね、うん、